はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエスト7続きやっていきましょう。今ですね、オルゴデミーラ倒して、まあ、世界平和になったんですが、それでね、各地を回ってるところです。で、前回、援護までですね、援護でちょっとイベントみたいなのがあるんですが、それが終わって、今ここに来てます。はい、マーディラスですね、に来てます。話聞いていきましょうか。うん。みんな楽しそうやね。さあ、とりあえず師匠にも話しかけようか。さあ、ヨハンにも話しかけてみようか。ヨキング、今日はビンビンかい？俺ら毎日ビンビンさ。そこのベイビーも、俺らに惚れると火傷するぜ。あ、そうね。アイラらしいね。チェッツレねえな。まあ、俺らよりビンビンな、キングがそばにいるんだもんな。キングうまくやれよ。ああ、そうするわ。うん。モテるってそんなに嬉しいのか？俺らよくわかんねえよ。ご飯があればいいよ。ヒル様、まあ、友、うん、まあね、友ですね。同い年だよね。変わらんだよね、年ね。なんかその話してましたもんね。鼻が高いぞえ。そうした人と出会うまでは、年寄りどもに囲まれて、我の人生は、じじ色じじ色であった。思い出すのを初めてキングたちがこの城を訪れたあの日。我の本当の人生はあの日より始まったんじゃ。嬉しいやの。当時も、このように、可愛らしく、賢い姫と知り合えて嬉しかろ？これ、嬉しいっちゃ嬉しいよね。はい。素直にいこう。聞くまでもないことじゃ。さて、キング、の、二人きりで話したいことがある？まさか？実はのパターンやろ、これ。うん。いや、本当にそのパターンやったね。ねえ。そう、分かったよ。さあ行きましょう。これで OK っぽいかな。ここはね。さあ次行きましょうか。はい、次の場所ですね。到着しました。うん。さあコスタールの王のところですかね。まあ、感謝してますよ。特別のさ、会員証みたいなの作れたじゃないですか。うん。お酒は結構であります。とりあえず話せばいいかな、まずは。わしも紹介してくれるのは、わはは。楽しそうよね。うん。王妃がしっかりしとるわ。カジノの話をしてる。うん。こっちは？ああ、誰もいないですかね。いないですね。誰かいましたっけ？話しておかないといけないのはいたかな、ここは。この辺もキングさんのお嫁さんになってあげてもいい？マジ？ちょ、女戦士いいよな。女戦士いいけど、アイラがおるんやったわ。そういえば。おう。こんな感じでいいんですかね？ここはね。大丈夫なんかな？
はい、次行きましょうか。お、戻ってきましたね。ボロンゴがね、迎えてくれますよ。お、キングさん、皆さん、お待ちしておりました。案内役を務めさせていただいて、本当に光栄です。さあ、どうぞ、キャプテンシャークアイのもとへ。ゴッドハンドかっこいいな、見た目ね。よし、さあみんな喜んでますね。お、いましたね、最強のね、海賊。え？どうする？あと継ぐ？継ぐか、これ。いい絵やな。うん。お、フィッシュベル。最後はフィッシュベル行くんですかね？おー、そうか。祭りが開かれとるか。いやー、これいいですね。キャプテンシャークアイのこのチームね。うん。水の精霊。反応ありやな。反応あり？反応ありって言ってもね、調べたんやけどな、ここ一回ね。どこやろ？魔王様に会いに行く前に反応ありやな。ん？間違えた。あ、ここな。これなかったですよね、こんなんね。うん。オッケー。ハテナ、どうかな？結構揃ったか？あ、カジノにあったさ、2000枚で交換でしたっけ？それはね、まだ買えてないっす。いや、今もさ、このおばあちゃんに話しかけようと思ったんやけど。うん。あ、こうやってちゃんと、話してくれるやね。なるほど、なるほど。よし、じゃあ、とりあえず城に向かいましょうか。一人一人ね、話したいんですが、結構ね、これ時間かかっちゃいますよね。お、マリで乗った。おう。私がいなくて、あなたたちで大丈夫かってちょっと不安だったけど。うん。なんかちょっとこれガボのパターンとかね。その辺もちょっと見たいよね。あとキングも一人前ってわけよね。さあ行きましょう。王様がお待ちかねよ。キング、お前さんたちのおかげだよ。心から感謝させてもらうよ。うん、ありがとうございました。あ、そうそう、キーファね、ちょっとキーファね、一回ちょっと会ってみたい、したいっすよね。会えないっすよね、これってもう。やったね、そういえばね。
それでめっちゃ怒っとったやんな、王が。そうそう。あ、グランエスタードで終わりなんすかね、これね。もうそうっぽいですね。フィッシュベルからも来てるみたいなので、おでフィッシュベルに戻ってると。キングそろそろ起きなさい、とっくに夜明けてるよ。父さん、なんだって、サンドイッチか。ちょっと外出てみましょうか。ずいぶん若いわね、この村の人？知らないですね。あれ、父いつ戻ってきた？話しかけてみようか。気分はいいよ。おう、ガボもいる。おっとおっとおっと。よし。コックやな、この辺も話しかけてやね。無茶するなと。よし、はい、こんな感じでいいんかな。あー、話してないね。おう、よろしく。よし、挨拶は終わったんですが、どうすればいいんやろね、これ。外出ることできます？ああ、ダメなんですね。あとは誰に話しかければいいんかね。こっち？マリベルどっか行った？ああ、いないですね。どっか行っただと？ちょっと待ってよ。ってことは？隠れとんじゃねえか、これ。どっか、こっち、おらんよね。怪しいぞ。ちょっと壺とか割ってないですからね。ちょ、どっかおったか、これ。見落とした？おった。マジか。気づかんかったな、最初。おい、
今回は、あ、バレたか。バレましたね。今回バレましたね。うん。めっちゃ優しいやん。そういう金グズグズするんじゃないわよ。偉そうに。あいつ連れて行ってもらえると思ったら調子乗っとんな。よし。これでオッケーですかね。さあ出航だ。行こうぜ。さあ、ボルカのね、話してますね。よし、網を上げるぞ。お、これは、お？石板じゃん。うん。親愛なるキングへ？俺は今、言われたのにライラたちと旅をしている？お前たちと別れて一体どれくらい経っただろうか。あの日以来ジャンも姿を消したままだ。ジャンっぽいやつあったけどな、途中で。うん、ゆらゆらと結婚した。親たちに伝えてほしい。キーファは元気にやっていると。そしてキング、どのに離れていても俺たちは友達だよね。キーファより、キーファからのメッセージか。はい、ということでね、ドラゴンクエスト7、エンディングね、迎えることできました。で、ここからはですね、クリア後をね、実況していきたいなと思います。まあ、クリア後はいつも通りですね、やっていこうかなと思ってますので、ぜひですね、クリア後の方も見てもらえたらなと思います。で、この後なんですが、まあ、一応ドラゴンクエスト7はね、まあ、一旦エンディング迎えて、まあ、ここはクリア後に突入するということで、だいたいま、これと同時くらいにね、次の、シリーズを始めるので、まあ、次は8ですね、8をやっていこうかなと。思います。なので、8ね、8はね、好きなんだよねっていう方はね、ぜひまた懐かしみつつ、懐かしいんでね、見てもらえたらなと思います。はい、ということで、今回はね、これで終わりたいなと思います。ご視聴の方、ありがとうございました。